シャバズナギー・モハメドは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ロングビーチ出身のプロバスケットボール選手、NBA のミルウォーキーバックスに所属している。ネバダ州のビショップ高校時代に、全米級の逸材として注目されたモハメドは、大学進学の際に、デューク大学やケンタッキー大学といった有力校からの誘いを受けたものの、最終的には、地元の UCLA に進学。 一年目の2012から13シーズンに平均17.9得点を記録し、一年間プレーしただけで2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。ドラフトでは14位でユタジャズから指名されたが、ドラフト開催日当日に同じくジャズが21位で、指名したゴルグイディエングとミネソタティンバーウルブズが9位で指名したトレイバークの 交渉権同士のトレードが行われ、ウルブズの一員として NBA 生活がスタートした。長年低迷に苦しむウルブズで期待されたモハメドだったが、1年目の2013から14シーズンはコンディション不足で37試合の出場を終わり、2年目のシーズンこそ平均13.5得点と数字を伸ばしたものの、右手中指の手術のために38試合の出場に終わるなど、 消化不良に終わった。2015から16シーズン以降は、シックスマンに定着。2017年夏にクオリファイングオファーを取り下げられて、完全 FA となり、契約先が見つからず、結局9月12日にティンバーウルブズと再契約となった。2018年3月1日、ウルブズからウェーブされた。3月4日、ミルウォーキーバックスと契約した。ありがとうございます。